今日まずちょっとふるさと納税のお話で、はいはい、10月からちょっとルールが改正するっていうところのお話なんですけど、まずそもそも石原さんはこのふるさと納税自体をどう捉えるか。これはね、簡単。趣旨は良かった。自分が育ったところにね、もう過疎で人がいなくなって、若い人がいないから都会で一旗あげた人がそこに納税する、これが本当のふるさと納税だけど、家、家あげますって。やっぱりね、物には限度ってのがあるから、そうするとエスカレートしていくわけ。でもね、裁判があってね、あの大阪の方でね、市長が訴えたわけよ。我々のやってるのは正しいんだって。裁判勝ったね、市長の方が。ってことは制度が、予期してなかったようなことが起こってもいいんだということになっちゃったの。今もう返礼品競争になっちゃったりさ、エスカレートしちゃったりさ、やっぱりそこは考えていった方がいいよね。石田さんはじゃあふるさと納税っていうののあり方っていうのは、ここ考え直さなきゃいけない。うん、そう、相当言った。え、うん、それは直した方がいいよって。本来のその住民税っていう税自体がね、あのその意味を問われることになっちゃうよと。そのコミュニティを支えるお金だから。だってね、地方税でしょこれはね、住民税だから。そうすると公益税って言ってね、そのなんかそこに住んでて、なんかやって、市にやってもらった、町にやってもらった、村にやってもらった、水道だってちゃんと水ひねれば出てくるじゃない。そういうのに対して、あ、この町に住んでて、この村に住んでて、どうもありがとうっていう、まあ場所代みたいなもんなわけよ。東京都もかなり出てます。出てますよ、全体からしたら。杉並区だって30億円ぐらい超えてんじゃないかな。そうするとどういうことが起こるかというと、小学校が3つできるお金が1年間になくなっちゃう。10年経ったら300億。ちょっと大きすぎるよね。ふるさと納税の制度ができたのっていつ頃？安倍内閣かな、菅さんが初めて入閣した総務大臣かな。それで旗振ってやって、それ官房長官になって拡充拡充してって、だからほどほどじゃなくなっちゃったわけ。でその当時から、まあ、目的としてはいいけれども、うん、僕はそれを菅さんにも相当言ったもん。いいでしょいいでしょって言うから、趣旨はいいけどね、やっぱり家あげたり車買ってやったりね、度が過ぎちゃダメよっつって。自分に縁があったとこ、生まれ故郷、あるいは勤めた病院のあるとこ、勉強した学校のあるとことか、縁のあるところに寄付をするっていう風にしないと、カタログ見てさ、今食べたいもの、あ、じゃあここのみかんにしよう、あ、ここのメロンにしようとかさ、それはおかしいよね。